っていきまーす。意外とうまそうでしょ。これダメだ。コンサートの用意できてるからもう、もう一回デジタルコンテンツ出そう。延命のために。はじめ。それしかない。最近俺何ハマってるっけ？炎上したし。豪華でいこう。豪華。これでいこう。有効度どんぐらい上がったら俺は告白していいの？あのアタックって何なんだ。なんで俺マネージャーのねアイドルにアタックしねえといけねえんだ。でもしたい。可愛くねえここが。いや俺前回も言ったんだけど、体が完璧にうまくいってぶっ刺さっちゃってんだよね。よかったかもね、休憩室にしたの。ねえ、あ、どうした？銀行強盗に入ったカップルの話聞いた？なんでカップルの話をお前に聞くんだ。お前彼氏いるよな。お前銀行強盗入ったんか。今尋問してる、まさか。うん、そうかな。武器は持ってなかったみたいだよ。まずいって。持ってたのはゲームに出てくる爆弾のキャラクターのぬいぐるみで、ぬいぐるみだけしか持たなそう。やばい。ボム兵ロバートだったから。違います。あ、私が怖いって言ったのはその銀行強盗のことじゃなくて、その人たちの話を読んで怖いなって思ったの。え、どういうこと。ところが、犯人はカップルだよね。男女の。男の人の方は小さい犯罪歴があるみたいだけど。会計事務所に勤めてる普通の社会人。それで思ったんだ。不自由のない生活をしていたら、だんだんこんなバカな計画に乗ろうと思ったんだろうって。普通にうまくいくからな。男の方が無理やりやらせたとか、 DV 男に脅されて犯罪に加担させられるのが怖い。そうじゃないんだけど、そこが問題なの。警察に同じように話してるんだって。男の方は別の部屋に隔離して、女の人に、詳しく話を聞こうとしたんだって。お前めちゃめちゃ詳しいな。会って3日で一緒に銀行強盗したっていうところに驚いたよ。私もそれは不思議だった。写真を見るまでは。何この会話。男の人の顔がすっごくいいの。一瞬で納得しちゃったよ。だって考えてみてよ。おいこいつ、あの上手好き君から刺されたら危ないことだってしちゃうって。俺には君がいないとダメなんだとか言われたら、銀行強盗でも何でも絶対うんって言うと思う。だからいつか私もイケメンに刺されたら何でも OK しちゃいそうで怖いの。怖いの、私何でもしちゃいそうで。え？いくら何でも銀行強盗はしないよ。実際にしてるじゃん。今回の事件が証拠だ。イケメンの話は何でも聞いちゃうんだよ。よっしゃ、お前をクビにしてる。卒業せよ、お前は。怖い。決めた。お前は卒業だ。それに私身に覚えがあるし。前ね、空港まで誰かが乗ってくれたらなって言われて、じゃあ私がって言って思わず行っちゃったことがあるの。免許を持ってないのに。嘘。ちょ待てよ。うん、だから私が銀行ごとをしないとまた運が良かっただけなんだよ。無理です。今まで犯罪に誘われたこと ないだけで、イケメンからの頼みやったら断れないもん。え、本気言ってる。本当に何でもするって。うん、うん、私はする。じゃあもし結婚して子供が5人欲しいと言われたら、いや、それは違うから。それが何でもする、そういう何でもするじゃないからね。ここで話が終わります。スパーン。怖い。何の伏線、回収せんでくれ。椎名林檎の影響力が結構上がったから、椎名林檎にメンバーの弱みを探させよう。影響力コスト3でできんの。うわ、初めてだこれ。ちょっとドキドキすんね。弱み握っとく。ここからの恋愛ってそういう要素もあると思うんだよね。俺小麦になんかその汚点があったらマジでショックだもん。ちょ、ここか行ってみよう。目的のためなら手段選ばない。そういう人、ええー、ええー、なんで
位って書いてあった。全然見てなかった。これさ、アタックって別なのかな。なんか別な気がしてきた。アタックしたらここが溜まってくんじゃない。別にここがさ、ここ入港関係どうこう関係ねえんじゃねえか。これこれハーレム作れんじゃねえ。あ、やっぱマジでやばい。はあ、お前ほんとマジで解雇すっかんな。ブース調子すんなよ。え、何？もう怖いんだけど。イベント一個一個がマイナスのしかねえんだけど。パワープロポケットやってみて。街道支度をしてると廊下から話し声が聞こえてきた、ね、またお前やサイコパス。ねえねえ、それでどうなの？菅原さんと。おい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 、おい、やべえ、ここか。え、まさか、最近ずっと一緒でしょ。どうなの？付き合ってるの？プレイヤーにプレイヤーちょっと熱愛しゅ。違う、だって眩しい。え、そんな目論見通りに行く？隠さなくていいのに見てればバレバレだよ。違うんだってば。別にお前喋りかけんだよデブ。別に攻めてるとこじゃなくてむしろ応援してるんだよ。だってチャンスでしょ菅原さん。見た目は文句ないし、なんで隠すの？だから隠してないってば。一緒にお話ししてただけだし。はあ。あ、そう、私には言いたくないんだ。ショック。じゃあもういいよ。残されたここは、国家は今にも泣きたいそうだ。なんでこんな、ここが好きになってくイベントが多いんだ。ここかのためのゲームじゃねえかよ。なあ、このイベントは心が苦しくなる。え、どこか行くまで隠れてるのは、何を投信してしまうかもしれないから声をかけよう。かわいい。すいません、完全に不意地だったからなんていいのか分かんなくなっちゃって。どうしよう。どうしたら分かってもらえるんでしょう。マジで可愛い。こういう時どうすればいいんだ。いや、これで俺が行くと使いを出したなと思われるんだよ。それはまた評価が下がるわけ。これは五個かから言うべきなの。行け。そうです。ちゃんと話せばきっと分かってくれますよね。アドバイスありがとうございました。行ってこい。何も起こらん。何イベント？五個かを好きにさせるイベントやん。何このゲーム。ここかゲーなんだけど。プロデューサーさん、やるか、これやるか。言われた通り、エリカと話したんですけど、やっぱり信じてもらえませんでした。頭が真っ白になって、うまく説明できなくなって、ますます疑われちゃいました。迷惑だと思うんですけど、やっぱり菅原さんから言ってくれませんか。私が説明するより絶対その方がいいと思うので、お願いします。リンゴ？待って待って待って、なんでこのタイミングで英語国家くんの。俺ハニートラップにかかってる。怖い怖い怖い、マジで。ゴコが、俺ゴコが信じてるよ。よく探したんだけど、それっぽいものは見つかりませんでした。好きー！ あー好き！ あー好き！さて、イベント多い。血つないちゃついてる。わあ、わかんねえ。正解、これマジでわからんな。実はイチャついてるは嘘なんだよね。実はイチャつきたいなんだよね。まだイチャついてないから、ただの雑談だよ。濁してる。これまた機嫌悪くなる。あのメンヘラってちょっとね、ただ雑談だよとか言って濁すことを言うと、なんかちょっとね、深掘りしてくんだよね。よからぬ妄想するから、ちょっと革新的なことを言った方がいい。目標の話。いいよ別に。え、別にいいよ。お前からの影響力下がって何？だからなんだよ。あともうちょっとお前いなくなるんだけど。これこいつに振っといて。はい、小麦99来ました来ました。
ちょ、今日コンサートするまでかなり時間かかったな。これかなりでかいからね、お金ぶっ飛ぶぞ。はい、お願い。これ全部緑になったことないんだよ。大成功したことない。アクションカード4枚ももらえんの。でかい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 。トラブル発生率 10%？ 36 の時点で多く思えるんだよな。OK、さすがにね、ここはね。ナイスナイス。いや、もうね、渋らず行きたい。渋らず行きたいよ。お願い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 、頼む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 。 26%。 よっしゃ、よしよしよし、いいぞ。投球系トラブル発生 10%。 オッケー、素晴らしい素晴らしい。マジでうまくいってる、マジでうまくいってる。 10% でミスりようね。ミスりようない、なんでだよ。三宅でよし、よし、なりんご、何してんだよ。はぁ、あ、10% にミスるか。予備のローヒールを履かせるだとマイナスになるんだよね。ちょ、ヒールを直すやってみていい？前回とは違う選択肢。頼む！あ、それでもボルテージ 10% なんだ。怖、マジで怖いな。いや、最後に国家斉唱もあるんだよね。行こう。お願い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 。え、マジか。よっしゃ、よっしゃ、いや、でっけ。ここはこのためよ、ここのためよ。これでトラブル発生率 30% 使って激減らし、これでいっていいんじゃない。ここから悪いとかをセンターサイコパスいけ。 10% でさっきミスったからな、お願い。え、怖、マジでやべえ。今回のコンサートマジうまくいってる、すごいぞこれ。ボルテージ大変なことになってるんだけど。投球系盛り上げてくださいよ。で最後君が代、トラブル発生センタースタミナ、あ、でもマックスなんだこれで、ね、でもこれ最後だもんね、使うしかねえや。へえ、これ、うん、そうなんだ。だったらもっとセンター使っていいね。お願い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 。君顔で外したらマジで大炎上する。それこそ本当に終わり、事務所が終わる、事務所が終わっちゃいやーん。なんで国家斉唱でミス、何かが紙の舞台の送風機に巻き込まれてしまった、ほどっきりのは時間かかり、曲の開始が遅れてしまいそう。やば、いや、ハサミで髪を切らしてもらうぞ。いけ！すげえ！さすがうちのセンターだ！ラスト、締めの挨拶、午後かセンターによる締めの挨拶で、今回のコンサート終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました！ハーレム学園でした！いやあ！うわぁ、すげえ！すげえ！儲かったー、やばい。これでついにスペシャルイベント総選挙が、あれ、コンサート3回、あー、まだ2回しかしてないか。あ、まだ2回だ、次だ。みんなめっちゃ疲れてる。これもういっちゃおう、オーディション全国やばい、やばいよな、やばいよな、全国はやばいでしょ。いけちゃうんだね、実は。いや、渋る必要ないな。全国行くわ。行くぞ、全国オーディション。さあ、オーディションの時間がやってまいりました。すっげえ高え。ありえねえ。これプラチナ。いや、ゴールド全員でもいいわ。そんぐらいのあれが欲しい。頼むぞ。よろしくな。は？は？あ、いや、でもね、いや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 、ここで消費したと考えよ。消費した。
おい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 、何が起きてんだこれ。じゃあプラチナちょうだいね。じゃあプラチナくれよ。え、本当にこれ。ブスしかいない。え、ちょっと待って、マジで。え、プラチナ、マジでプラチナじゃないと納得いかん。これは無理だって、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 無理だって。それはゴールドか。あ、でもまあ、割に合わなくね。割に合わないよ、ダメだよ。なかなかないよこのレベルは。やば、働いてもらおう、粘り腰で。こいつは合格するとして、何、偽5個かいるんだけど。偽5個か取っとくか。これやったな俺、これ本当にやったな。でも癖になる。今回でも言うて平和だなって言おうとしたんだけど、ここから悪いとこのプロモーションビデオが発表されてまもなく、ここは他のメンバーよりもダンスが苦手でないかとファンが指摘しだしただ。これはスタッフにとって公然の秘密だったが、彼女のメンバーについて苦労しているという構図がファンに面白がられてしまったようだ。彼女はダンスを真似た動画が一晩のうちに続々と登場。もうなんだこれは。本人は気楽に振る舞っているが、気づいてないわけではない。このままではもう二度と他のメンバーと踊る勇気を出してくれないかもしれない。これどれだ、わかんねえこれ。無視はないな。下、5個かへの批判に一致団結するようにグループを鼓舞する。グループが支えてくれって言ってほしいらしい。グループに支えてもらおう、頼む。最大、すごい、え、すごい、え、俺これ言っていい、ライト、やば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 い、ちょっと待って、これ俺行くわ、これもう俺行きます。ちょ、午後かじゃん、いつ開くの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 これ。え、はじめ、おー、来たぞー、よし行きます。いや、これで失敗することないでしょ。ゴゴが、お前の愛は本物だったんだ。行かせていただく。アタック。あ、その言葉、私がどれだけ待ったか知らないでしょ。ギュンです。ギュンです。何が始まってしまうの。来たねー。一応野外ステージができるとこまで来た。あとはコンディションを整えるのみ。よし、いや、いけるでしょ。よし、いきます。総選挙スタート。初めての総選挙ねー。7枚ももらえんの。え、 7?勝ちました。一発目の君がね、外さないな。絶対心わしづかみにするんだから。おいおい、お前もう、え、すごくない？なんでってことでさ、ライブに慣れたの？トラブル発生率がめっちゃ低いんやけど。ボルテージもここら辺で上げちゃってよくない？これカード使い切れないぞ。もったいない。よい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 よ。これでいいんだよな。これでいいんだよな。怖っ！よし！は
あれ、むちゃくちゃ。デビュー曲も成功させていく。東急キャスト見ましょう。ボルテージも上げながらね。ドスン。やばい、もう 200% いきそうだ。いや、これまさかのノーミスか？初めてのノーミス来るか？トラブル発生率が 22% になったな。回避率20使っちゃおっかな、ここで。いやこれすごいんじゃね。逆にでも200これカンストしてるからもう頭打ちってことなんだよな。怖えな。もう 36% とかでも回してたのに 17% がすげえ怖く感じるね。でも引っかかんないもん。完璧だ、真逆だもの。もうそれよ、本当にこのコンサートが3000円で見れること感謝しなさいよ、ファンのみんなは。でここからもう本当に適当に5位じゃなきゃダメみたい。マジそこで最後じゃね。カード余ったんやが。うわー、全成功だ。神イベントだ。神イベントだ。さあここからですよ。ここからコンサート自体は完璧。総選挙が始まります。何何何何、これなんで悪口をか分かんないんだけど、一回続けるしてみ、一回続けるしてみよう。ちょっと仕様が分かんない、このシステムが。あー、なるほど、キムリホこの順位か。まあ言うて入ってきたばっか、新人だからね。ここかが自分を見失いかけてるんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。ここがどうしたメンタル。ここは何なの？ここは何に作用してんの？まんま言っていいかな？でもはっきり言って。これここか。いや、もう5個がもうちょっと上なはず。はい。はい、わかったわかった。5個かをもうちょっと上にしてあげたい。泣いてる。喜んでいる。泣いてる。これもうまんま言ってみていい？順位変更とかしないぞ、今回。純粋な順位を見たい。うちのチームの。ハーレム学園、誰が人気なのか。もうここら辺はね、1位はもう不動の1位だと思うんだよな。お前悪口ばっか書いてんのに7位かよ。こいつは変更したかった。性格が悪い。何で人気を言えてるんだろう。結構適当にここら辺仕事売ってるから何で売ってるのかがわかんねえや。ネギか、そうか。お、誰だ？あ、お前か。動画のライブ配信で完食に生ネギを食べることがあることを発言したら、匂いの抽象やネギの画像で溢れかえてしまった。意味がわからん。ネギのあれがあったか。ここでココアなんだ。ココガが驚いてるよ。ココガまだ出てきてないね。まだ5位とか4位とかあり得る。でも3位、2位、1位はあり得ないんだ。そこにココガが入ってなかった場合、俺は動くぞ。俺は我慢なら。やったー！ココカが5位だー！ココカー！ココカー！ 5 位に入ってる！頑張ったなー！おい、ココは金よりも上だぞ！やったー！素晴らしい！ヨーラちゃんが壊れた。なんじゃあの女が！ヨーラちゃんがもう、脳みそやられちゃった。じゃん。
今回自分の出番終わって退屈してんの可愛い。やばい、マジ恋してる。どんな挙動も可愛く感じるんだけど、これ。そういえば小麦ちゃん出てないね。そういえば小麦ちゃん出てねえわ。小麦出てこい。あ、小麦ちゃんだ。麦ちゃん、麦ちゃん3位だ。頑張ったね。可愛い、マジで。1位とかじゃないのもよくない？ 3 位なのマジでよくない？ポジション。いや、何かお前心配するな。自分を見失いかけるな。意味がわからん。見えてなさすぎる。お前は1位だから。うえぇ、リコ、お前なんかそんな仕事してたっけ？ナンバーツーアイドル43歳なんだけど。ラストはね、ラストは締めてくださいよ、不動センター、なりかちゃん。さすがです。さすが、安心感があるね。あった、あっさ、なんかないんだね。なんかないの、あっさ、ほっけな、なんかはっと終わったけど。